真夏の夜の祭典として定着していた筑波ナイターレースは12時間から9時間へと変更され、プライベーターたちのレースへと戻った。そしてシリーズ戦は朝から予選を行い、夕方スタートのワンデイ3時間レースへと姿を変えたのだが、夕方とはいえ厳しい暑さが残るコンディションが1クラスのターボ車たちにどのような影響を及ぼすのか、ドライバーからも最後に笑うのは誰と展開は全く予想がつかない。ペースカーに先導され各社一周のウォームアップラン、そしてスタート。予選2位の中谷はポールから好スタートを決めたプロジェクトミューをぴったりとマーク。速さに勝るプロジェクトミューとの差は徐々に開く。トップ2台のタイムは4秒台、その後ろでは GTR 勢の3位争いが始まった。中でも予選中の給油がペナルティの対象となりスターティンググリッドを下げてしまったアルティア GTR は桂が破竹の勢いで全車を追い上げる。そしてスタートから50分が経過した頃、富士坪 GTR との激しいバトルに競り勝ち4位へ浮上。今度は3位のワイズスポーツを狙う。一方順調に見えた GTO にトラブル発生か。タイムは5秒台に落ちている。デフの音が出てきたよ。オイル臭い。中谷はマシンの状態を次々とピットへ報告。威圧だいぶ下がってきた。ストレートでは 4.5。 大井も緊急ピットインに備える。すごいミッションオイルの匂いがする。で抵抗が増えてる。ピット入ります。